私はセーラーよりブレザー派だ。高校は制服で選んだようなものだ。ん？ん？かわいい。と連呼した入学式の朝、高校は電車とバスを乗り継いで1時間の私学。毎日6時起き、眠いのになれない。高校に入ってから2キロ太った。足のたるみが気になってしょうがない。あとお腹むっちりつかめる。小山さん音楽やってるんでしょ、吹奏楽部入ろうよ。という岡村さんの誘いを断って入ったのは音楽部。幼い頃からやっていたバイオリンを続けることにしたのだ。と言っても始めた動機は綺麗なドレスを着たかったから。それでも10年以上それなりに頑張ってきた。音楽部で早速仲良くなったのはひーちゃんとりな、そこに松本先輩を加えて、文化祭に向けてベートーベンの弦楽四重奏曲をやることになった。じゃあ頭から。それが超臭かったのよ。ああわかる。リナも臭い時あるの？私はそうでもないよ。マジで。あ、そっちまた行くの？ごめん、先帰ってて。今日はいい天気だから。そっか、気をつけなよ。じゃあね。うん、また明日。そっちも変なとこあるな。んな風に言わない。少女にはしばし一人になる時間が必要なんだよ。でもさ、サッチンってちょっと人を寄せつけないところあるよね。私がこの高校生活で一番気に入ったのは帰り道。高く広い空、オレンジ色に染まる世界。何でもない田舎の坂道だけど、私はこの風景に癒される。ひーちゃんとリナには悪いけど、私は晴れた夕暮れのこの道を一人で歩くのが好きだ。これって変かな？ここから脇道にそれる。生徒の来ない私だけの秘密のスポット。日没からのわずかな時間、世界が七色に輝く瞬間、私はこの時間この場所で世界を味わい尽くすのが好きだ。空の緑色の部分素敵。バスが来るまでこの風景を独り占めにする。
夏が過ぎ、学校にも部活にも慣れてきた頃、そろそろ彼氏作りたいよね。ああ、ひーちゃんは最近ずっとこうだ。夏休み何にもなかったしな。花火大会行ったじゃん。私たち3人ででしょ。男っ気全くなし。だから元彼支えばよかったじゃんか。元彼言わない。あれはただの幼馴染。でも昨日も LINE 来てたんでしょ。あいつは彼女だから話し相手が欲しいだけ。まだガキなんだから。音楽部は男子部長一人だしね。サッチンって男の影ある気がするな。え、何？サッチン可愛いもん、いたでしょ。いないいない。本当に？本当本当。じゃあ、あのワーグナーに誓いますか？ひーちゃん、ワーグナーってやりちんだからダメだって。うわー、小島になりてー。私、そういうの本当興味なかったから。そうなの？じゃあさ、みんなでプリブラの中から一人ずつ選ぼうよ。また始まった。私はずっと龍馬様一筋だから、ひーちゃんは奨励くんあたりがいいと思うよ。私、アイドルアニメはパース。龍馬様、11の時からずっと俺の嫁。もうそれって結構古くない？古くない。来月もプリムに行くんだから。プリミュ？プリブラのミュージカル。ねえ、ひーちゃんも一緒に。行かないって。チケット2枚買ったのに。あんたもう学祭近いんだよ。あんまり合奏サボらないでよね。7楽章なんてまだ6に合わせてないんだから。急に真面目になる。あ、サチマド？私もパスかな。恋愛には本当に興味が湧かない。いや、人間関係全体に対して私は人より冷たい気がする。昔見た映画にあった、どうして私は私であなたではないの？という問いかけが、油断していると心の隙間を突き刺してくる。どうして私は私なのだろう。なんてね、変なの私。あ、ストップストップ。小山さん、やっぱり走ってる。周り聞いて。はい。あと全員に言えるけど、最初の4小節でしっかりテンポ作って、5小節に意識が行き過ぎてるからテンポが安定しないの。はい。小山さん、2小節の急だし、もっとはっきり。はい。じゃあ頭から。あー、難しいな。私重音でしょ。指が落っつかなくて。あれやばいよね。ごめん、用事思い出しちゃった。先帰ってて。ありゃ幼馴染だな。最近会ってるみたいよ。サチン、また行くの？うん、そうする。じゃあね、バイバイ。今日はなんかモヤモヤした日だ。西日を浴びてモヤモヤを殺菌しよう。今日も素敵。雲がいろんな色を作ってくれる。頭の中でまたディーリアスが鳴っている。高校ではない、あの制服。この10日くらいほぼ毎日ここで会う。くちっ。なんかかわいい。いつもここで彼を見失う。向かいのホームにいたりして。やだ、何意識しちゃってるの。1ヶ月経っても進まない読書。
次から漫画にするか。はい。ん？普通のカレーだけど？隠し味を入れてあるの、当ててみて。当てるって。私たち別に食通じゃないんだし。いいかな、当てたら欲しい服買ってあげる。おいおい、そんな約束はやめとけよ。そこまで言うなら。やってみるか。ん？いつもと一緒だよ。何が違うの？はあ、うちの娘たちにはちゃんと花嫁修行させなきゃ。何それ、勝手に切れてる。正解はインスタントコーヒーでした。はあ、わかるわけないよ。ダメダメ、女性たるものもっと繊細にならなきゃ。偏見だ、差別だ。てかカレーでそんな選ぶらないでよね。じゃあエミも作ってみなさいよ。この味が出せる？作りません、私が料理苦手なの知ってるくせに。カレーも作れなくってお嫁に行けると思ってるの？いいからみんな食え。うちはいつも騒がしい。やばいやばい。サチ、お風呂入りなさい。はい。サチ、ちょっとは明るくなってきたかな。ん？震災直後は苦労したよね。泣いてばっかりで。そうね。学校で友達はできたみたいだけど。翌日は雨だった。ストップストップ、盾全然揃ってない、勝手に引いてる。あと小山さん、支部給付が取れてない、だから走るの。はい。この調子じゃ間に合わないよ、みんなしっかり。あんなにきつく言わなくてもな。テンポもうちょっと遅くしてくれればいけるのに。先輩許してくれないもんね。なんか部長とうまくいってないらしいよ。嘘。夏合宿の時はあんなラブラブだったのに。どうもそうらしいのよ。だから最近カリカリしてるんだ。ビオラの音に出てるよね、ガリ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 って。音に出すのはやめてほしいな。それな、ザッチン今日も自主練するの？え、うん、やるよ。一番できてないから。そうかな、あんま無理しない方がいいよ。私はやらない、家で鳴らすと親に怒られるんだもん。え、それ小さい時から？うん、パパがうるさいの。だから練習はずっとスタジオでさ。お金もバカに。私が一番できてない。今日生理だったのもあったけど、ずっとモヤモヤが収まらなかった。雨の日は嫌い。スケッチブックの人、今日はいないよね。僕にとってプロデュースとは、そうね、マーケティングに逆らうってことかな。エンタメを牽引し続ける男も気がない久明。今彼の視線の先にはどんな未来が映っているのだろう。明日のお天気です。こんな日は気になるんだよな。環境放射線量です。もうすっかり慣れたのに。最大値は以下の通りです。デリアスを聞いて癒されよ。結局自主練することなくそのまま寝た。この日松本先輩が学校を休んだ。合奏ができないので個人練をしていたが弓が重い。ねえ、久々にブレイクでお茶しない？というひーちゃんの誘いを断り、一人下校した。今日は行かなければならない、あのバス停へ。次のバスに乗るべきか、それとも次の次か。ダメだ、こんなこと考えてる自分、最近どうかしてる。くちくちん？すいません。え、あ、はい。この辺のことよく知ってますか？あ、はい。
いや、それなりには。この辺で緑の強い林ってないですか？え？緑の強い林？林ですか？すいません、ちょっと来ていただけませんか？え？こっからこう見てください。田んぼの稲が実っちゃって、緑色が減っちゃって、ほら、あの納屋の向こうの茂み、あれさえ強い色が出てくれればな。画角でこんな感じ。はあ。あ、すいません。いえ。あの、はい。近くの高校ですか？あ、いえ、駅で言うと二つ向こうの。ああ、どうしてここまで？美術部に入ってて、今展覧会用にこの辺の風景を絵にしてるんです。こんな感じで。どうしても美しい夕景を描きたくて、見つけたのがここだったんです。開けてて広い絵が描けると思って。あれ？でも何か足りない。なんだろうな、今なんか繋がった気がする。あの、じゃあ、こことかは？っていうか、もう暗いですね。そうですね。ごめんなさい、お役に立てなくて。明日また一緒に探してもらえませんか？え？はい。すいません、見ず知らずの人にこんなにお世話になっちゃって。いえ、全然。お名前聞いていいですか？キジナミです。キジナミユウスケ。キジ？ああ、鳥のキジです。へえ、変わってますね。コウイチです。あ、私も。絵は昔からお好きなんですか？いや、描くようになったのは中二の時からです。きっかけとかあったんですか？この世界を書き留めておきたくて。僕、避難してきたんです、この町に。ああ。僕の住んでいたところは今も帰還困難区域です。今まで当たり前のように見えていた風景が、こんな一瞬で見えなくなってしまうものなんですね。だから今生きているこの場所の記録を少しでも多く残しておこうと。写真でもよかったんですが、絵の方が思いを込められる感じがして。それよくわかる。すいません、こっちまで来てもらって。ううん、バスもこっち行きの方が早かったし。じゃあ明日4時にあのバス停で。雨だったら？その時は明後日で。じゃあ。翌日、部活をどうやってサボろうか悩んだ挙句、昔の友達と外せない約束ができた！昔の友達と外せない約束ができた！なんか言うのよ、人に。彼氏でしょ、彼氏できたの？いえ、違うから。サッチは私たちを捨てて男のところに行くんだ！やめなさいって。じゃあ、写メ送ってよ。友達なら送れるでしょ。ひとみ、自分がうまくいってないからって八つ当たりしないの。どうやらひーちゃんは幼馴染に振られたらしい。嘘ついたらずっと呪ってやる。死ね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 、死んじまえ。ほらほら、みんな、今日だけはごめん。どうしよう、行ってどうするわけ。あ、今日もありがとう。いえ。ここで書くことにしました。え？やっぱりここが一番光の色合いがいいんです。
決めました。そうですか。だからわざわざ呼んでおいて無駄骨を折らせてすいません。あ、いえ、いいんです。今日は欠けそうな気がする。あなたのおかげです。いえ、そんな。でもここを気に入ってくれて嬉しい。うん、私の大好きな風景だったから。わかります。あ、緑の空。え、ほら、あの辺わかりますか？あ、はい。私、あれを見てると幸せな気持ちになれるんです。そういう映画がありますよ。え？緑の光線っていう映画です。知らない。太陽の緑の光線は幸運の印らしいですよ。そうなんだ。DVD 家にあった気がします。貸しますよ。ありがとう。帰ろっかな。何か弾いてくれませんか？はい。バイオリン。ここでですか？ダメですか？いや、そんなことは。お願いします。音楽があれば一気に書けそうな気がするんです。何弾きますか？曲ですか？はい。お任せします。この景色にふさわしいものを。おぼろ月夜ですね。いい歌です。その後、日が暮れ、暗くなるまで何曲か弾いた。暗くてわかりませんね。そうですね。絵は惜しいところで完成しなかった。もう何枚か描こうと思います。この辺で。そう。次は昨日紹介してもらったあそこにしようかな。いいんじゃない？タメ口をちょいちょい差し入れ始めた自分がいる。小山さんは部活忙しくなるんですよね？え、まあ学祭近いし。じゃあもう付き合ってもらうのは無理かな。ちょっとドキッとした。そうですね、これから日が沈むのも早くなるし、夕日を一緒に見るのは無理かも。そっか。あれ？あの！え？いや、ん？近いです。うわ！すいません。いえ。あなたのバイオリンまた聞きたいです。え？いや、だからあの、はい、LINE 交換してくれませんか？LINE でお互いスタンプだけで会話になっていない会話をしている瞬間、好き。次に会う日時は決めなかった。でも今はそれでいい。
ぼろ好きよ。次の日曜日、晩飯を作る。任せといて。ん？何よ。いや、熱でもあるのかと。失礼な。何があった？俺にだけ言ってみろ。確実に男ね。お父さんには言えないわね。でも作ったハンバーグは焦げた。でもお父さんはうまいうまいとしきりに褒めてくれた。その後彼とはタイミングが合えばあのバス停で待ち合わせ、一緒にバスで帰ることにした。今日はいい色が作れたとか、今日はボーイングのミスが多かったとか、噛み合っているようなないような、そんな会話。家に帰ると寝床に入る頃狙ったように LINE が来る。いつも一言だけ。これって付き合ってるのかな。でも告白はされてないよ。女の好き嫌いなんて随分いい加減なものだと思う、という文章を思い出した。作者誰だっけ。結局ひーちゃんとりなにはバレた。嘘じゃないって、付き合ってはいないから。サチンは私たちを裏切ったんだ。でもどうして見られちゃったんだろう。気づいてないの。当の双葉と川村あかり、あの二人がやっぱ臭いんだよね。ほんとたまんないよね。あ、あ、それがひーちゃんに伝わって。当の双葉さん、川村あかりさん、それは本当かい。でも彼氏のようで彼氏でないか、なんとなくわかる気がするな。リーダー、サチをかばうの。あ、そうじゃなくて、女心ってそういうもんじゃない。全然わかんない。届きそうで届かない、どこかで諦めなきゃいけない。私たちまだまだ幼いんだから、それくらいでいいのかもよ。それあんたの相手が2次元だからでしょ。失礼な、3次元だってわかるよ。でもマジそんな感じかも。じゃあやっぱり恋愛じゃん。いやでも、サッチンはピュアだから応援してるよ。リーナ、ありがとう。私出会い系とかやろっかな。それはやめとけ。来る日も来る日も楽器や楽譜と書くと、こんなのでいいのか、私の青春。学祭2週間前になると、いよいよ合奏の時間も長く遅くなっていった。彼は遅くなっても待つと言ってくれたが、さすがに8時や9時まで待たせるのは心苦しいので何度も断ったし、それに彼の展覧会用の有形画シリーズが一応の完成を迎えていたことも知っていた。それでも私のために会いに来てくれる。嬉しくて心の奥がムズムズした。みかんどうですか。みかん、今日の弁当で余ったんです。余った？昼休みこれを食べる暇がなかったんで。あ、ちょっとスケッチブック持っててくれませんか。あ、うん。学祭もうすぐですね。うん、僕行きますから。ありがとう、頑張る。完成したんだ。あ、え、これはダメです。ダメ？その絵。何でもないですよ。彼女さん？違います。好きな人？そんなんじゃないです。あの、はい。誤解しないでください。誤解しませんよ。正直に言います。はい。初恋の人です。中学の時の同級生です。でも今は全然会ってなくて。でもこのスケッチブック、その前から使っているんですか。あれ、私なんか責めてる。昔のことを思い出して想像で書いただけです。
今もその人のこと好きなんですか？ダメだ、何やってんの私、わけわかんない。最近遅いのね。あんまり根詰めて体壊しちゃダメよ。文化祭、エミと二人で行くからね。場所がないんだ。え？消えたい。彼から LINE は来なかった。学祭まであと数日。私はベートーベンの14番とひたすら格闘した。私はやっぱりどうかしてたんだ。私に恋愛なんて、ちょっとしたはしかにかかっていたと思うしかない。私には今音楽しかない。これが私のアイデンティティだ。多分彼学祭来るのかな。学祭前日、夜遅くまでゲネプロをやった。いい音だね。音大目指してる人は違うね。私たちも一回通したけど不安の残る出来だった。みんな、愛のアウフタクトのフォルテシモに丸しといて。おい、バスがなくなっちゃうぞ。この辺で。すいません部長。あ、先輩、ノーリガートからもう一回だけお願いします。やろ。ありがとうございました。その夜、演奏会への緊張なのか何なのか、結局一睡もできなかった。学祭当日、こんな田舎の高校の学祭に一般客が集まるものだろうかと思っていたが、意外と来るものだ。吹奏楽部が強豪校なので、その演奏目当てに来る学生も多いのだという。一方、私たち音楽部は無名だ。小さな音楽室でささやかな演奏会をするしかない。でも私はこれでいい。私は私の音楽を精一杯やればいい。心より入れて、心に至らんことを。サチンの彼氏どれどれ。もう集中しなよ。してるわよ。今日はサチンに格好悪いとこ見せさせないためにも頑張らないとね。
珍しく殊勝なコメント。私だって悪魔じゃないわよ。サッチンのためにも頑張る。ひーちゃん、ありがとう。よし、みんな一生懸命やった。今日は楽しくやろうよ。はい。彼なんて？どうせこの後会わないとかでしょう。そんなんじゃ。サッチンさ、ツンデレはデレの部分があるから好かれるんだよ。そうそう。ツンツンばかりだと釣った魚まで逃がしちゃうよ。そうそう。でも夜は打ち上げでカラオケだからサッチンにもいてほしいな。しょうがないでしょ。行きなよサッチン。このままじゃ後悔するって。そうだね、当たって砕けろってことだよ。サッチン、素直になっていいと思う。それも優しさだよ。彼だけに決めさせちゃダメ。彼はいつものバス停で会おうと言ってきたが、あの場所が万が一悲しい思い出になったらと思い、屋上にしてもらった。あの、寒くないですか？いえ、平気。
そうですか。今日は来てくれてありがとう。いえ、とても良かったです。やっぱりあなたのバイオリンは素敵だ。ありがとう。そのうまくは言えないんだけど、あのこの前の初恋の人の絵、確かにあれは最近描いたものです。同じ中学の美術部でした。仲も良かった。一緒に避難して仮設の校舎で一緒に過ごして、ずっと一緒に絵を描いた。でも僕は結局彼女に告白できないまま高校で離れ離れになりました。僕は悔やみました。どうして何も言えなかったんだろうと。だからあなたと出会った時、僕は変わろうと、そう思った。彼だけに決めさせちゃダメ。あの、はい。初恋の人のこと今も好きですか？僕を信じてくれないかもしれない。ずっと怯えてた。このままではいけないと知りながら。でももう後悔するのは嫌です。バスであなたを見かけてから、そしてあの石橋で声をかけた時から、あなたのことがずっと好きでした。僕と付き合ってください。藤波くん、浮気したら許さないんだから。私もあなたが好き。よろしくお願いします。ありがとう。校舎の下の階ではひーちゃんたちが私の帰りを待っている。今の見られてないよね。もう戻らなきゃ、戻らなきゃ。でもあと10分、いや5分でいい。彼と一つになっていたかった。と